バチッと押さえられちゃいますよジャイアンツは。なるほど、これはもう本当ですね、その通りです、もう、一番打てないですよ、速い球が、これも150キロですですね、これね、ジャイアンツがその悔いが残るようにね、その反対ですよね、ドラゴンとしたらね、明日からの、ゲームに2キロが出ました。おそらく現在野茂より速いでしょうね、今野茂はフォークボール多いですからね、速い、速い、しかし体がバラバラになりそうな投げ方してますねベテランの篠塚、ショートゴロだ、辰巳、これで2